始まりました。滋賀15の壺、暗いよ狭いよ怖いよ、面堂修太郎です。 Time flies like an arrow というね、ことわざが英語にございます。今回のエピソードタイトルがそうなっています。 Time flies like an arrow、 こちらを和訳せよと言われたら皆さんどのように日本語にするでしょうか。こちらことわざですので和訳するまでもないというかね、知ってる人は知っているというようなものです。まあ一応光陰矢のごとしというふうにね、言えるんではないでしょうか。まあもうちょっと畜語訳的に言うと、時は矢のように飛ぶ。まあ time っていうのが主語で、 flies が動詞で、 like an arrow っていうのは、まあ、副詞的な要素ということができると思います。しかしこの time flies like an arrow というのは、まあ、解釈しようと思えばね、もうちょっと別の解釈もすることができます。ここでいう解釈は、その時は矢のように飛ぶっていうのを別個の解釈にするっていうんではなくって、そもそも文の構造が時は矢のように飛ぶではない、そういった意味での、まあ、別の解釈ができるということです。特にその書かれたものの場合ですね、おそらくね、話し言葉だとちょっと発音の仕方がおそらく変わってきたりするので、文法的解釈のね揺れっていうのは少なくなる面はあると思うんですが、書かれた場合であれば、まあ、実はねもうちょっと変な解釈も、まあ、変な解釈っていうか、まあ、一応意味の通る別個の文を作ることができます。例えば fly っていうのは、さっきだと飛ぶというね動詞だっていう風に言いましたけど、ハエという意味もありますので、 time fly っていう時ばえみたいなハエの一種として考えることもできるんですね。 time flies っていうのがこれで一つの、まあ、時ばえの複数形であるということですね。そして like っていうのは何々のようにっていう、さっきのだと副詞的要素だったわけですけど、当然動詞としても like っていうのはありますので、 like を動詞として解釈すると time flies like an arrow、 時映えは矢を好むという SVO の他動詞文になるんですね。なので字面だけ見ると、光陰矢のごとしっていうのは時映えは矢を好むと区別できません。滋賀十五の壺、面白いなぁとね、思っていただけたと思うんですけど、実はこれ二つだけではないんですね。というのが、今度はタイムっていうのを動詞として解釈することもできます。タイムを測るっていう、まあ、動詞の用法もあるんですよね。そうするとタイムで始まってるから、まあ、動詞の原型ということで命令文ということになります。で flies っていうのはハエで、 like an arrow っていうのは矢のようにという副詞的要素ということで、矢のようにハエのタイムを測れという命令文にも解釈できます。でさらにこの like っていうのは副詞的な要素だけではなくって、何々のようなっていう、まあ、形容詞的にもこう働くんですよね。そうなると like an arrow っていうのが flies にかかって、 time flies like an arrow、 矢のようなハエのタイムを測れ、まあ、こういった解釈もできるんですね。その like っていうのが副詞的にかかるか形容詞的にかかるかで、また揺れがね生じるということでございます。で、さらに、もうちょっと、ひねくれた、考え方だと、タイムっていうのが、まあ、呼びかけ語みたいになって、まあ、本当だったらカンマがいるでしょうけど、タイムで、時を、ってこう呼びかけて、flies like an arrow、ハエは矢を好むのだ、みたいにね。そのタイムっていうのを、まあ、呼びかけ語として解釈しようと思えばできます。まあ、最後のはちょっとこじつけ臭いですが、まあ、少なくとも、time flies like an arrow っていうのは
本当は4通りの解釈ができるんですね。ただまあこれことわざですし、普通だったら、タイムが主語、フライズが動詞、ライカになろうっていうのが、まあ副詞的要素ということになるというか、まあ普通はそう解釈されると思います。まあなかなか面白いですよね、これもね。まあちょっと違いますけど、日本語だとその一休さんがやるみたいなやつで、ここで履物を脱いでくださいと、ここでは着物を脱いでくださいっていう風にね、まあ特に仮名で書いた場合でしょうけど、この歯っていうのが履物の一部なのか、助詞の和なのか、まあその二つの解釈があるということですよね。まあそれとちょっと似てますけど、まあそれでもレベルが違うようなね、文法解釈と英語の場合はね、言うことができると思います。で、この time flies like an arrow というのが、まあ複数の解釈ができる、面白いね、まあ面白いは面白いんですが、まあなんでそういう解釈の揺れができるかというと、一つの単語に複数の意味があるというふうに見える。だからこそ複数の解釈につながってるわけですが、果たしてそれが一つの単語なのかどうかは、ちょっと微妙なとこはありますよね。例えば、好むっていう意味の動詞の like と、何々のようなとか、何々のようにっていう like は、まあやっぱちょっと違う単語と見た方がいいんではないかなと思いますね。まあ母語話者じゃないから何とも言えませんけど、まあ好きだっていうのと、何々のように、何々のようなっていうのは、まあこれは別個の単語、音が同じ別個の単語と、言える気がします。ただ、fly っていうのは、ちょっと微妙な感じはしますね。ハエって飛ぶものなので、もしかしたら、飛ぶものっていう意味で、ハエっていうのにこう繋がってるのかもしれません。まあ、like に比べると相当意味の、なんていうかな、近さっていうのはあると思いますね。で、一番同じ単語と言えそうな感じがするのは、time。ですね。これは時間っていう意味と、タイムを測るっていう意味とっていうことで、まあ明らかに意味のつながりがあります。でもやっぱりタイムの場合でも別個の単語とみなすことの方が多いと思いますね。というのが品詞が違うので、時っていう意味の名詞か、タイムを測るっていう意味の動詞か、まあ品詞が変わってるとやっぱり同じ単語とはね、少なくとも英語の場合は、まあ言いづらいんじゃないかと思います。まあこれ言語によると思いますね。言語や、まああるいは考え方によって、同じ単語が名詞にも動詞にも使われると考えるか、一方が元になっていて、別個の単語が、まあ派生されていると、作られていると考えるか、まあ英語の場合は後者だと思います。で、こういうふうに形が変わることなく、新しい単語になる、プロセスのことを転換と言います。まあ英語だとこれコンバージョンという言い方をします。タイムの場合はもともと名詞だと思いますね。名詞から動詞のタイムっていうのが、まあ何の形も変えることなく派生されてるんですよね。英語の場合はこの転換っていうプロセスは多いと思いますね。船っていう意味のシップが発想するっていう意味になったりしますので、この場合もやはり、名詞の方が元で、動詞が、ゼロによってね、派生されているということができると思います。シガ十五のツボ。というわけで今回は、英語のことわざからね、まあ一応コンバージョンというか、転換の話に広がっていったと。言ったようなエピソードでございました。まあ、日本語の場合は転換はそんなないと思いますね。日本語の場合は、まあ、名詞かにしろ、動詞かにしろ、必ずその、何らか目に見える形で変化があるものですので、まあ、そういった意味では、今回取り上げたね、time flies like an arrow みたいな、多義性みたいなものは、ないと思います。というわけで今回はここまでということで、また次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも
忘れずよろしくお願いします。お便りも随時募集中です。それでは、お相手は滋賀15でした。